レイヴン、その称号はお前にこそふさわしい。てなわけで、画面の前のご友人の皆さん、こんにちは、こんばんは、りょうと申します。さあ、今回もアーマードコア6で過去作人気期待再現シリーズやっていきましょう。今回やっていくのはアーマードコアラストレイヴンのラスボス、ジナイーダの機体ファシネイターですね。通常版と最終決戦版があるんやけど、その最終決戦版、通称ラストジナイーダって呼ばれてるやつを再現してみました。ちなみにこのラストジナイーダ、アーマードコアシリーズ歴代最強のラスボスって言われとって、僕は残念ながら自分でプレイしたことはないんやけど、友達がやってんのを見とって、友達んち遊びに行ったんやけど、友達がずっとラストジナイーダと戦ってて、全然遊んでくれんかって、2、3時間ぐらいずっとやってんの横で見てました。最終的に友達は弾切れで何もできんくなってしまったジナイーダをボコって倒しましたね。まあそんな感じで、ラストレイヴンエアプで申し訳ないんですけど、今回はそんなラストジナイーダで遊んでいきましょう。アセンは右手のハンドレールキャノンをコーラルライフルで再現。これ結構ね、再現度高いと思います。で、左手がマシンガン、本家通りやね。で、右肩がパルスキャノンなんやけど、パルスキャノンっていう名前は一緒やけど、これ多分本家とは全然性能違う。左肩がマイクロミサイルかなんかなんやけど、よくわからないので、まあここはね、自由に決めさせていただきました。まあプラズマミサイルやね。これがなんか強いらしいから。ってなわけでやってくぜ。ってなわけでテスター AC 扱いになってる。レイヴンさんよろしくお願いします。ゲロビなんか絶対打たんけどな、本家の方は。さあ、このパルスキャノンをいかに使っていけるかやね。これなかなかね、すぐオーバーヒートするから使いづれんだわ。ボタンの配置ちょっとやばくて使いづらいね。多分一個一個の並走は結構強いけど。危ない！ちょ、やばいってそれお前。最強のラスボスの名にかけて負けるわけにはいかんね。これマジオーバーヒート早すぎんか、パルスキャノン。これ文句言うても別にバチ当たらないしと、これは。あまりにも早いもん。オーバーヒート。あまりにも早いオーバーヒート。俺でなきゃ見逃しちゃうね。ボタンの配置にさえ慣れてしまえば結構強いぞ。はい、お疲れー。すまんないや、ちょっとだけサムネを撮らせてくれ。いいね、お姉ちゃん。いいね、この角度。おい、風送っていいぞ、お前、おい。あ、いいよ、ジナイーダちゃん、いいよ。いいね、おい。いいぞ、お前、これ。あ、最高だね。よっしゃ、やろうか。パルスキャノンあるってことは、こいつのアーマーも割れやすいだろ。オーバーヒートさせずに使うの至難の技だろ。あ、でもすごい割れる。そうか、コーラルライフルがこれ防御力無視なんよ。聞くところによるとね、これ結構ダメージ取りますね。これでバッチマオ、いいね。あ、すげえいいダメージ出るわ。いいぞ、いいね、ちゃん。めっちゃ強いじゃん。さすが最強のラスボスと言われた女。さあ、こっからは、もうパルスアーマーないから余裕じゃねえか。え、コーラルライフルってこんな強かったっけ。愛用しとったけど、ここまで強かったイメージないな。え、強っ。めっちゃダメージ出るやん。これは再現度高いな。強さまでちゃんと再現できてるよ。まあ、本家ジナイーダー回復とかしだしたらもうほんまに絶望やけどね。え、強え！素晴らしいね。文句なしの S ランク。やはりシリーズ最強のラスボスの機体を再現すると、最強の機体が出来上がってしまうってことか。ほな、お次はパッパ。これ多分さ、こいつのシールドにも効くやろ。さすがにパルスアーマーじゃないから効けんのかな。扱いとしてはパルスアーマーじゃないのか。ちょ、もうそれ追尾しすぎな。バグらしいからな、それ追尾すんの。お前バグ使ってたのかよ、ウォルター。ラスボス補正ってやつ？それはちょっとずるいですよ、お父さん。いいね、いいね、いいね。もっとプラズマミサイルいっぱい撃っていこうか。ち、やばいやばいやばい。パルス？もう回復ねえだろ、さすがに。プラズマを忘れず撃っていこう。これも終わる。プラズマ弱弾で。パルス、パルス、パルス、パルス！パルス！うるせえ。パルスパルス言いながら撃ってくるジナイーダ嫌すぎるんやけど。シリーズ最強ラスボスで、ラスボス3人抜きじゃ。俺は雑魚どもがよ。ちょうど今割ったタイミングでミサイル着弾したらいいね、それ。ほらほら、パルスキャノン。途中で黙らしやったぜ。俺ん中にもって言ってるけど。で、第2ゲータね。ただここで回復にこう使ってんのだるすぎるな。いった。あ、そうか、こいつエネルギー耐性高いんだ。コーラルライフルとマシンガン以外がちょっと火力出ないかもしれない。いや、でもマシンガンが意外といいぞ。なんだかんだ火力出てますね、お兄さん。おっしゃー、最終形態で。こっからやな。でも問題はこれマジ避けれねえんだよな。いや、今の食らったんでかすぎな。いや、強すぎる。最終形態だけ異次元に強えな。この初手食らわないように気をつけて。
初手の唐沢で結構ダメージ持ってかれてるからね、いつもなんだかんだ唐沢はやっぱりチャージ食らったら痛いけどな。逆に言えばチャージだけしか脳がない武器ではあるけどね。おいおい、しょうもないダメージ受けになってますね。なんか知らんけど勝手に第二形態行く。よし、いいね、回復に残し。こいつはね、空中戦の方がおそらく攻撃回避しやすいからな。せやな、上下に避けるのが一番ええんだ。これ横には広いんだけど上下にガバイは。鬱陶しい声消えたかな。一番鬱陶しい声がまだ残ってるぞ、お前。俺というな、アサルトアーマーいいね、今の最高のアサルトアーマーだ。いいぞ、めちゃくちゃいいよ、かっこいい、スタイリッシュ。てめえと俺で何が違った。やっぱ面白さじゃないかな、違うところ言うたら。お前おもんないもんやって。パルスパルスパルス、プラズマミサイル、お疲れ。これ S ランクっしょ。汚ね花火だ、レイヴン。その称号はお前にはふさわしくない。 S ランク。